フリュだね。私ミュウ、つらい苦しいってあなたの声聞こえたよ。だからメビウスに連れて行ってあげる。嫌なことは全部忘れちゃえ。願いは何でも叶えてあげる。在校生代表祝辞。在校生代表2年4組柏葉琴乃。以上在校生代表による祝辞でした。続きまして卒業生代表杜氏。卒業生代表3年4組響健介。はい。在校生代表祝辞。在校生代表2年2組以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、新入生代表、杜氏。新入生代表、はい。残念ですよ、先輩。
よ。まずいな、あいつ。無理もねえよな。卒業おめでとう。なになに？ジェケ？逃げ出したいのはこっちよ。あの人も見えてるんだ。ねえ僕ら見つめ合って夜空を駆けてゆく。泣かないで君の目に。悲しみのレクレーション、どんなに怖くても君の手を抱きしめて待ってる。水の隙間外は作ってないから、まだ駅には入れないようにしてるの。それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。でも記憶は消したから、メビウスから出ようなんて普通は思わないはずなんだけどな。教えてくれれば私が何とかしてあげるよ。みんながみやびしって呼んでいるこの町の本当の名前。この町の半分は私が作ったんだよ。すごいでしょ。何かがおかしかったり足りないから、君もメビウスが偽…ねえねえ、何が欲しいの？何があったらずっとここにいてくれ。何もいらないの？へえ、そんな人もいるんだね。困ったな。やっぱり本当にごめんね。それだけはダメだっていう。ミュー！あ、アリア！ミュー！早くメビウスと輪を解いちゃってよ。メタバーセスに帰るわよ。オッケー。ダメだよ、できないよ。みんなと約束したんだもん。こら、ミュー。なあ、お前何言ったのか知らねえけど、ミュウがどっか行っちまったじゃねえか。せっかくのライブを中断させやがって。覚悟しやがれ。なんかヤバそうな感じ。ひょっとしてこれ。おい、こっちだ。落ち着け、つーな。つーお前、頭落ち着いたか。ほら、逃げるぞ。ああ、危ないところだったな。俺は佐竹翔吾。お前も周りの連中がおかしく見えるようになっちまったんだろ。やっぱりか。それなら安心しろよ。俺も入学式のあんたを見て助けに来たんだ。ひとまずここをなんとか切り抜けて、俺の仲間がいる場所まで行こう。にもこの世界のことに気がついてる人がいる。なんだこいつは。ま、違うわよ。いや、近くないけど。か
こいつチビのくせに声がでけえ。分かったからもう少し静か。見つけたぞ。行ったそばからやるしかねえのかよ。くそ。仕方ないじゃん。バーチャドールは声量が命なんだから。うまくいく保証はないけど、ユウに、いい、よく聞いて。これからユウの、ユウはなんでこの世界に来たの？教えて。説明してる時間がないの。ユウも現実に苦痛を感じてた。誰にも理解されなくて、どうしようもなくて、逃げ出したくてここにたどり着いたんでしょ。それだけじゃ足りない。全部そう、そのまま来た。話して。苦しかったね。でももう大丈夫。ほら、ユウの中から。お前、周りのことなんて。Are you ready?おい、なんだ？それがユウの心の形。この世に二つと同じもの。さあ、反撃の時間だよ。ユウの心の力。アリア、サポートよろしく。ユウ、やっちゃって。全力で行くぞ。いい調子だ。どうやら死んじゃいないみたいだな。うん、大丈夫。しばらくすればさっきの武器は何なんだ？どこから説明すればいいかな。いきなり何の話かわからねえが、その内側に溜め込んだドロドロの心を現実では理性とか建前で抑え、ただこの世界では抑圧する必要がないからか、体という殻を突き破って出てきた黒いドロドロが異形を成したもの。それが、要するに外面気にせず好き放題に暴走しまったのが奴らってことか。じゃあなぜ俺はそうなってね。こいつもそんな気配がないぞ。現実の存在に気づいてるからだね。理性が邪魔して内に秘めた心を、こんな世界に来てまで人目気にして生きてる小心者だ。
そのおかげで暴走せずにいられるんだよ。ただその心の力ってこの世界じゃ特に強力だから。そこで調律担当のアリアちゃん登場。殻を割って暴走しようとする心を癒しよし、つまり内側に秘めた心の爆発をコントロール可能な状態にしたのが、私はそれを人間の言葉を借りてカタルシスエフェクトって呼んでる。どう？カタルシス、抑圧からの解放だったか。で、私はミュウと同じバーチャドールだよ。ミュウをメタバーセスに連れか、たまたま同じ頃に発売された私とミュウはメタバーセスにあふれ、まあそんな名前のバーチャドールもいたか。こんなチビじゃなかったよ。うん、私たちはネットのことを仮想空間のメタバースと無意識の ES を足してメタバース。人間ってネットにいろんな情報垂れ流すでしょ。それって知識や楽しいことだけじゃないんだ。私たちに作ってくれる曲にもやっぱりそういうものが多いんだよね。みんなの辛さが、みんなのいろんな感情がごっちゃになって渦巻いてるメタバーセスは、私とミュウはそんな人間の悩みを何とかしてあげたいって思ったんだけど。ミュウの仲間だけど仲間じゃないってのは本当みたいだな。よくわかんねえ。もう少し詳しく話を聞きたいが、この続きはまた後。アリアだっけか、お前もさ。うん、とりあえず当てもないし。安全な場所が学校にあるんだよ。東大元暮らしだろ。そこでここが俺たちの隠れ音楽準備室。この世界じゃ音楽といえば DTM だからな。吹奏楽は人気がなくて誰も寄りつきゃしない。ひとまず仲間たちを紹介する。ついでにデジヘッドに見つからずに過ごす。ここが現実じゃないって気づいたことで何かと苦労することはあると思う。そこまでしてもらうならいっそユウも。せっかく同じ境遇の人がいるんだし一緒にいた方が安全。それに私も事情を知ってる人が一緒にいてくれ。俺は構わないぞ。というかお前のあの能力があればむしろ俺たちの方が。はい、ほら決まりみたいだな。ようこそ来た。おかえり。遅かったわね。いろいろあってな。まあそれは後で説明するとして、まずは新入部員の紹介からだな。へえ、もう入部が決まってんのか。たまには翔吾も部長らしいことするじゃねえか。お、よかった。入学式を飛び出しちゃうなんて心配したんですよ先輩。紹介する。ここにいる4人が俺たち帰宅部のメンバーだ。私は柏葉琴乃よ。琴乃でいいわ。よろしくね。よー新入り、だいぶビビってたみたいだけどもう安心していいぜ。この巴小太郎様がバッチリ助けてやんよ。私1年3組の篠原美冬です。でこの前卒業したばっかりなんですけどね。あ、私神楽鈴菜って言います。美冬ちゃんと同じで。まったく、何度聞いてもおかしな自己紹介だな。入学式の一件でお前も老若男女問わず高校生だ。笑えるだろう。生身の人間。そこらを歩いている大人はみんなカクカクした偽物よ。あとは機械のおばっ。そしてそのことに気づいてるのはどうも俺たち帰宅部くらいって。ところで本題に入ろうか。ちょっとユウ、大事な人のこと忘れてくれちゃってない？ん？今の声は何？ああ。はーい、エブリバーディー。あたし、アリア。よろしくしちゃって。オッケー。
何これ、妖精。うわー、ちっちゃい、かわいい。あ、この子バーチャドールの。あ、私を知ってくれてるの。サンキュー、ありがとう。な、じゃあこいつミュウの仲間じゃねえかよ。どけ、新入り、ぶっ潰してやる。うわ、何、いきなり私なんか。こうなるから順を追って話そうとしたんだ。無理みたいだな。悪いな。どこまで話したか。要するに俺たちは現実、そしてこの世界に閉じ込められた奴に共通してるのは、現実のどこかしらでミュウの歌を聴いて。この街も至る所でミュウの歌が流れまくってるが、気をつけろよ。おかしくなった奴らはみんな揃いも揃ってミュウの話ばかりだ。信者って言った方がしっくり。ミュウがこの世界に関係しているのは間違いない。それを探って現実に帰ろうとして。ここが現実じゃないこともミュウが関係していることも間違ってないよ。お前とミュウが作ったなんて。いや、落ち着け、コタロウ。こいつは敵じゃ。落ち着けるかよ。このチビのせいで俺らはこんなと。まずはこっちの話を聞きなさいよ。図体ばっかり大きくて器んと。なんだと。俺はチビだ。うっさいわね。ハートが小さいっつってんのよ。このキモチビ、キモチビちゃん。こんな、誰がキモいチビだ。誰もキモいなんて言ってないでしょ。まあキモいけど。何そのサングラスは。てめえ、黙って聞いてるや。いい加減にしと。全然黙ってなかったし、受けて立つわよ。てあ、うるせえ、黙っ。コタロウ君の気持ちもわからないでもないけど、まずは話を聞きましょう。ようやく見つけた手がかりなんだもの。そうですよね。ねえアリア、そもそも何のためにそんな。みんなを、悩みを抱える人たちを。しあ、でもそのうちミュウが人の魂を閉じ。ミュウの力が大きくなるにつれて、私の力や体は小さくなっちゃ。ねえ、みんなが家に帰れるように説得するから、ミュウを探すのを手伝って。俺から言わせりゃ、どういうつもりでミュウが人間をこの世界に閉じ込めている。はっきりしてるのは、ここにいる全員が本当の家に帰りたがってるってことだ。現実離れしすぎててよくわからないけど、ここから出るためには。私もやります。ここはご飯も美味しいし楽しいとこですけど。あ、私も頑張ります。俺の腹は決まってる。どうする、小太郎。仕方ねえな。お前らだけ決まりだな。ミュウに楽曲を作ってる人気トールピー、オスティナートの学士っていう人たちを探すのが、学士たちの作る曲とミュウの歌がファンの子たちからメビウスを維持する。オスティナートの学士ね。で、その大層な名前のやつらは。学士もユウたちと同じ現実から来た人だから、この高校の生徒なんだ。つまり学校にいる可能性があるってことか。確かに。あ、でも、なるほどね。じゃあ手分けして探しましょう、みんなで。よし、それなら俺と新入り琴乃のグループと。なんだこの曲。
気が変わったか。洗脳されているデジヘッドは楽師の曲を聴くとそれに共鳴してより、このタイミングでそんなことをするってことは、誰かがデジヘッドをけしかけて学校に戻った新入りをとっ捕まえようとしてるのかもな。まあその鍵ピートやらだろうな。逆に考えれば、おい新入り、携帯持ってるか。帰宅部でグループを作ってある。登録したグループのみんなとチャットができるアプリ知ってるわよね。何かあってからだと遅いし、私から帰宅部のグループに招待する。これでよしっといつでも個人宛てにメッセージくれたっていいわよ。なあアリア、新入りのあの能力、俺たちにも使えるようにな。メビウスに気づくほどの現実への、こればっかりは確約はできないかな。だから、はあ、そううまくはいかねえか。新入り、じゃあそろそろ帰宅部の活動会。じゃあ小太郎様チームはこの校舎から。ああそれでいい。じゃ、はーい。じゃあ先輩たち、また後で会いましょうね。何かあったらワイヤーで連絡しますね。怪しまれないためにもカギピーファンのふりをして本人に会いたくて探す。よーし準備。
さあ、始めよう。手加減はなしだ。
お疲れ様。アリア、サポートよろしく。ミュウ、やっちゃって。とどめだ。いい調子だ。
アリア、サポートよろしく。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。さあ、始めよう。手加減はなしだ。手加減はなしだ。手加減はなしだ。アリア、どうだった？Thank you.
アリア、サポートよろしく。ミュー、やっちゃって。全力で行くぞ。手加減はなしだ。これで最後だ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。アリア、サポートよろしく。ミュー、やっちゃって。手加減はなしだ。全力で行くぞ。うん、いい調子だ。帰宅部、活動開始だ。手加減はなしだ。手加減はなしだ。もうおやすみ。次もこの調子でいこう。
アリア、サポートよろしく。お疲れ様。さあ始めよう。手加減はなしだ。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。手がかりなしか。他のみ…お互い、まともな収穫はないみたいだな。ねえねえ、君！隣のクラスの子だよね。私、機械な活動をしてるって噂の帰宅部について調べてるんだけどさ。ねえ、なんか知ってたら教えてよ。あなた、ナルコさんだっけ？どうしてって、秘密のクラブなんて。もしかして先輩、情報持って…え？わ、私…じそんなことより、噂話が好きなんだったら、鍵…カギピー？最近人気のドールピーの？動画サイトの私も生主やってるけど、あそこまではなかなか…話がずれちゃった。カギピーですよ。本当？教えてくれない？カギピーのこと。私たち…代わりに帰宅部のことを教えてくれたらいいですよ。私は…なあ、帰宅部ってそんなかっこいいか？イケてる。そりゃもう何でも帰宅部って世界を見そそられちゃうな。そうかそ、じゃじゃーん、俺たちがその帰宅部だ。でも、コタロウ、このば、うっそ、マジ？やだ、ちょっと待って。おい、勝手に取るな。おっと、命より大事なスマホを送還。それでそれで、帰宅部って何してるんです？ザー、めんどくせえやつだな。秘密なんかねえよ。そんなことより、カギピーを探してるって言ってんだろ。あ、待って待って、カギピーの情報、この森田ナルコさんが案内しちゃうよ。目的地は3年4組だよ。3年4組って言ったら、3階の西にある。コタロウのグループは、カギピーが見つからなかった時のために。
何の音だ。何の音。あ、森田さん、皆さんとどこかに行かれるんです。やっほー、水口さん、今からカギピーに会う。カギピーさんって、森田さん知り合いだったんですか。うん、ひょっとしてまた森。うん、カギピーのところに案内してもらってる。私、森田さんのクラスメイトで。森田さん、ネットと SNS に夢中で現実。それでは。何やってんです、行かないんです。何が。わーい、デジヘッドがコトノを連れてっちゃった。早く追いかけなきゃ。ほら見ろよ、ゴシッパーに貼られてた写真と同じだろ。なんでこいつら俺たちのことを。ああ、なんでそんなこと。おいおい、ミュウの良さが分かんねえなんてどうかしてんじゃねえのか。ぜくそ、あいつ。うわぁ、喧嘩だよね。何やってんだ、怪我する前にどっかに行く。わかったってば、そんな怒らな。くそ、くそ、いい加減にしようよ。何がミュウだ、何がカギピーだ。くだらねえ、俺はさっさと家に帰るって決めてんだよ。ショウゴの…よし、これが…うん、それぞれの心を反映して形状が変わるんだ。二つ…この形は…火星…ミュウ、ショウゴも目覚めた。いけるよ。新入り、今日ミュウの魅力も分かんねえようなダッセーローグが俺捕まえる前に。さて、始めるか。手加減はなしだ。僕の手で思い出
やるか。これはどうだ。ショーゴ、無事か。ああ、大したことねえよ。なんとかなったか。ありがとう、助かったわ。それにしてもびっくりしたわ。何あれ、目の前で体が割れちゃうんだ。あれこそユウたちが内に秘めてる心の形さ。普段しまい込んでる心が殻をや。まあ俺は新入りがああなるのを見てたから。私がいる限りは大丈夫だね。殻を破るほどの心を正しい形に。そういう存在がないまま感情を溢れさせちゃったのがデジヘッドだね。私の力が万全ならメイビウス中の心は正常に保てたんだけど。なるほど。アリア、ちょっと。ん？何何？変な感覚ね。おーい、ちょっと急すぎだよ。びっ、ごめんごめん、多分できるなって思っちゃって。お、俺と新入りに比べてなんか。あんな状態から発言するなんて異常なことだ。とにかくこれで戦えるやつが3人か。今までは逃げ回るしかなかったが、これなら。そういやこいつらは俺たちが帰宅部だって知ってやがったな。おーいって相手の人伸びちゃってるけど平気なの？しばらく帰宅部ってやっぱりなんかヤバいことしてるよ。学校でいきなり襲われるなんて今までの。別に何もしてねえよ。それより予定通り。やれやれ、キリがねえな。ショーゴ、ドカーンとやっちゃいな。やるか。決める。悪かったわね。さて始めるか。手加減はなしだ。
行くぜ。行くわよ。手加減はなしだ。ここで立ち止まるわけにはいかないんだ。帰宅部、活動開始だ。全力で行くぞ。行くぜ。始めましょうか。手加減はなしだ。行くぜ。行くわよ。ショーゴ、無事か？なあ、大したことねえよ。さて、始めるか。全力で行くぞ。やるか。行くわよ。よし、先に進もう。